3月3日クザ聖書教会第一主日礼拝を捧げてまいります。今日は聖餐式も礼拝の中で取り行います。前奏が流れてまいります。それぞれで黙祷を捧げしましょう。主はこの礼拝に私たち一人一人を招いておられます。招きの言葉をお読みします。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。立ち上がって賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌の8番です。父なる神様、あなたのお名前を拝め賛美いたします。私たちを今日も生かしてくださって、またここを起き上がらせてくださり、この場に集わせてくださいましたことを感謝いたします。あなたは私たちの命をその手の中にすべてを収め、また導いておられます。今日私たちがここにいり、そのことがあなたの許しにあってのことだ、そう信じて感謝いたします。神様、また今日は安息日としてあなたは今日与えてくださいました。休みなさい。そのようにあなたは私たちを招き、休んでもよいようにと、いつもあなたが働いていてくださる、私たちを覚えていてくださる、そのことを感謝いたします。安息日、この日にあって、あなたはまたあなたとの交わりに入り、またそこで休むようにと言ってくださっています。
私たちはそれを聖書より教えられ、そしてそれを味わいたい、またそれを求めてこの礼拝についてまいりました。神様、この礼拝がにあなたの豊かな臨在を覚える時となって、また私たち一人一人にあなたが触れてくださいますように、私たちはその信仰も生い立ちもまた今の状況もそれぞれ違いがありますけれども、しかしあなたは等しく覚えていてくださり、また一人一人に寄り添ってくださるお方です。どうぞあなたに願い求める私たち一人一人にあなたをふさわしく望んでくださって、励ましを、また力を、整えをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、この礼拝を覚えて今日ここに集えないそのような方々もいることを思います。その事情は様々ですけれども、どうぞこの日にあってあなたをひととき、覚えていくことができるように、あなたに心を向け祈ることができますように、そしてそこで本当にあなたからの平安をいただき、また平日の歩みに、力強く出ていくことができるように神様のことを支えていてください。また状況を整え、またこの礼拝の交わりと復帰していただきますようにもどうぞお願いします。神様、今からの礼拝に届き、あなたの御手に慣れて、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。それでは再び、可能な方はご起立いただきまして、主の祈り、使徒信条と祈り告白してまいりたいと思います。宗法の裏側に、その文言が掲載されています。はじめに主の祈りで共にお祈りを捧げましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであればなり。アーメン。続けて使徒信条を持って私たちの信仰を告白してまいります。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に立ち返り、賢い立たれて生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、彼は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。報告の時といたします。宗法をお開きください。真ん中の枠一番上から見てまいります。中心聖句とありますが、今日の説教の中心聖句です。お読みします。フィリピ2章14節、すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい。本日の予定です。教会学校中高科が1時半からまた終えられています。続く今の時間は終日礼拝です。またこの礼拝の後は祈祷会が予定されています。またその祈祷会の後はブラジル牧場が予定されています。今週の予定です。3日、本日より取りなしの祈り第11週目に入ってまいります。
また6日水曜日、9日土曜日は同国祈祷が持たれてまいります。7日木曜日は大宮国場が予定されています。来週日の予定です。教会学校中高科1時半から、主日礼拝は2時半からです。また祈祷会は礼拝後に行われます。また礼拝後にブラジル牧場が予定されています。報告及び祈祷課題、ですけれども、1、工事、定期教会総会を17日礼拝後に行います。詳しくは本日配布の総会資料をご覧ください。教会員は番書を送り合わせの上ご参集ください。なお、やむを得ず欠席される場合は委員状の提出をお願いします。2、加藤牧師が天牧を解任されるため、選別のために箱を街道公募に3月24日まで設けました。感謝を込めてメッセージ、志をお願いします。学校役員。2、岡澤龍之介兄弟の受験のために祈りましょう。試験を無事にパスし、志望校に入ることができますように。いつも主の平安をいただいてありますように。暗証成功を確認してまいります。今日は1週目ですので、読み上げる、だけといたします。ではまいります。暗証成功。詩篇133編3節。それはまた、ヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨の頃だ。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。今日、新しい方がお見えになっていますので紹介したいと思いますが、西村健太さんですね。ご起立くださって拍手しました。解散のお供をしていただきます。そして、岡澤龍之介兄弟からですね、金沢のお土産をいただいているということで、2種類ほどあるということで、どちらか1個をお持ち帰りくださいということです。嬉しいですね。また続けて受験のために読んでいただいております。はい、では、コラムを読んでまいります。牧師コラム、お得な人生。今年はブルード氏ですね。それで先日は2月29日を過ごしたことです。基本は4年に一度に設定されているブルード氏、今まであんまり意識してなかったのですが、考えてみるとなんだかお得に思いました。普通は1年365日なのですが、その年は366日にあるのです。で、お得に感じたことが私自身の人生観を思い返されます。人生には限りがある。働くにも遊ぶにも私たちは有限なんだ。そんな感覚がお得感に関係しているように思われました。まあ暦で一日が増えたとしても人の寿命には関係ないのです。人生のお得という点では、安息日として日曜を過ごすというのはお得と捉えることができるように思います。神様が与えられた何かに一度の安息は時を忘れるひとときです。生きるのにアクセスすることからひととき離れることができる。だとしたら、それは孤独の何者でもないと思い返されました。それでは続けて、第4期聖書通読表彰式をここで行いたいと思います。聖書通読表彰式を行います。式辞、古代の及び第4期聖書通読表彰式を行います。表彰者のお名前をお呼びしますので、返事をしてその場でお待ちください。石郷第一兄弟、はい、岡澤佐賀姉妹、はい、川村博子姉妹、はい、熊澤真由美姉妹、はい、ではです。加藤先生より表彰状を授与していただきます。聖書通読参読者4名代表、岡澤沙羅姉妹。どこ読むんですね。読み上げてから渡します。はい、そこら辺見てくださると、はい、表彰。岡澤沙羅姉妹、あなたは第4期聖書通読において御言葉に励まされ教えられつつ、辛抱強く通読を重ね、
旧新約聖書全巻を刊読されましたので、ここにこれを表します。2024年3月3日福沢聖書教会牧師加藤秀樹。このまま渡しますね。ありがとうございます。聖書全巻を監督されました。主はそれぞれの脳を握ってくださり、祝福してくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。聖書監督者に拍手を送りましょう。これで第4期聖書通読表彰式を終わります。はい、続けて、聖餐式をこの場で執り行ってまいります。はじめに教会福音賛美歌の259番1節2節を捧げてまいりましょう。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からのち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。式辞をお読みします。聖餐は、主イエス・キリストが定められた礼典であり、主ご自身が再び来られる日まで守り行うようにと弟子たちに命じられたものです。聖餐は、私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。私たちはこの聖餐を通し、主イエスが十字架にかかられる前夜、弟子たちと取られた最後の食事に連なります。この聖餐において私たちは、主イエスの永遠のご愛と天の御国で再び持たれる主との食卓を想起することが許されています。キリストが親しく望んでおられるこの聖餐に、私たちは共に預かります。それは、私たちが主の愛のうちに一つであることを告白するものでもあります。招きの言葉。愛する列席の皆さん、主イエスはご自身を救い主として信じ、洗礼を受けたすべての人をこの聖餐に招いておられます。まだ洗礼を受けておられない方は、聖餐を受けることはお控えください。
救い主を心にお迎えし、共に恵みに預かれる日が早く来るようにと祈ります。また聖書は、罪を心に覚えながら主の御体に預かることに警告を示し、ふさわしく整えられて聖餐に預かることを勧めています。今しばらく黙祷のうちに日々を顧みましょう。聖霊によって示される罪を素直に告白して悔い改めましょう。そして御言葉の約束を信じて、主イエスの贖いによる許しを再び受け取りましょう。それではしばらくそれぞれのうちで祈りを捧げていただきます。それではパンとブドウジュースを分散いたします。私たちの主イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを先こう言われました。取って食べなさい、これは私の体です。私たちの主イエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げて後言われました。皆この杯から飲みなさい、これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。
初めにパンをお取りください。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。アーメン。続いてブドウジュースです。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。アーメン。祈ります。父なる神様、このようにして月に一度の聖餐の時を今日も持たせてくださいまして感謝いたします。あなたを父よと私たちは祈ることができます。それはイエス様の十字架の贖い、復活の御業によることだ。今日もそのことを心に体に刻ませてくださり感謝します。私たちはあなたの命をいただくことによって永遠に生きるものと変えられました。あなたの御そばに天の御国まで続くうちに入れられた、そのことを聖餐を通し思い返すことができますから感謝します。はじめにあなたの愛を示され、許しの中に入れられた私たちです。このこれから始まる3月の1ヶ月、どうぞあなたの愛にお応えして歩む、そのような日数を見受かせてください。お一人一人の今月の歩みにあなたの守りと導きがありますように、イエス様のお名前によって祈りいたします。アーメン。それでは教会福音賛美歌259番の3節を捧げましょう。2017の版ですと新約の396ページになります。フィリピ2章12節から18節をお読みします。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなる。また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば
私は自分の努力したことが無駄ではなく、努力したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に備えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。純真を心にと題して共に御言葉に聞いてまいりましょう。今日の箇所、初めに注目したいのはですね、15、16節の内容です。もう一度読みたいと思うんですが、15、16節、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、御言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。ここで、この手紙を書いたパウロという人物は、読み手であるクリスチャン教会の人たちに対して、何かをすればこうなるというんですね。このこうなるという内容は、純真なものとなるとか、曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となるというふうに書いています。クリスチャンにこれを書き送ってるんですから、イエス様を信じてもうすでに神のことになっているという前提の中で、しかし改めて神の子供となると言っている。それはつまりクリスチャンが神の子供とされた、その後実質的に本当の意味で実感を伴って自分自身が神の子供になっていくという、このクリスチャンの成長成熟に関わる内容として書いているわけですね。それでこの純真なものとか神の子供となるというのがどういうことを指しているのかということを、初めに確認したいと思うんですが、近藤さん一つ送ってもらっていいですか。はい、純真な人、先週もこんな感じでしたけど、純真な人っていうので検索をかけるとですね、ネットにこういうイラストが出てきましたどこが純真なのかよく分かりませんけれども、でもなんかこう好感を持てる感じのイラストですよね。純真というのは、この聖書の箇所で見るならば、こういう意味があるんですね。15節のところ、非難されるところのない純真なもの、純真というのは汚れのないとか間違いないとか、純粋と言い換えたりされたりしますけれども、そういう状態の人ですよね。でこの聖書の箇所では非難されるところのないと、言うわけです。つまりそれほど汚れがなく、そして人から指摘されるようなことはない、そういうような人ということになるでしょう。それはつまりは周りのどんな人とも良好な関係を持つことができる、そういう人ということになってくるように思います。また邪悪な、曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない子供、神の子供となりという言葉ですけれども、この曲がった邪悪な世代というのは、当時のイスラエルのこのパレスチナの地域だけの話ではありません。むしろ、今もその世代時代というのは同じであろうというふうに思いますね。正しさが曲げられ悪意が横行するという、そういう世代時代、そういう時代世代、そういうのただ中にあって神の子となる、神の子供となる、傷のない神の子供となる、これは何を意味しているんだろうか。この場合の神の子供というのは、いわば神様に似たものということを、表現しているんだろうと見ることができます。そしてイエス様も実にこのようなことが触れてくださっているんですね。皆さんもう一枚見ていただくと、は
はい、すみません、これを言うの忘れてましたけども、あの神の子供で検察すると声が出てくると、これいいです。はい、次お願いします。イエス様が言われた言葉なんですが、マタイの福音書の5章44、45節で、に書いている内容です。読みますとこうです。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。私たちはイエス様を信じた時点で聖霊によってもう霊的に変えられて神の子供になったと聖書は言います。けれども神の子供になった私たちがしかしさらに神の子供らしくなるっていうことがこのところには示されている。でイエス様も実に、その生き方を通して、父の子供になるためだというふうに言っている。あなた方の父の子供になるためだと言っている。実質的に似たものに神様に似たものになっていくということが私たちの歩みには期待されている。でこのマタイの5章44、45節から見るならばそれは神様のように似たっていうところにあるのはつまり神様が愛なるお方憐れみ深いお方であるようにあなた方も同じようになるときに神の子供らしくそこにやっているんだというわけなんですね。神様の愛はどのようなものか、それはこの世にあってはあらゆる人々に平等に注がれるものだというふうにまず語られている。善人であってもまた悪人であっても変わらずに神様は憐れんで私たちを生かしてくださっている。その神様に習うものとして神の子供としての、在り方としては同じように、基本的な憐れみの精神というものを抱いてそれに生きることなのだというわけです。つまり相手の存在を否定するということをしない、純真なもの、神の子供、今伝えたような共有しましたような事柄っていうのをですね、私たちはまあそんなものになりたくはないとは思いませんよね。むしろ、そのようなものになりたいというふうに思うのではないでしょうか。純真なもの、人との関係においていつもそれを良好に成していく、そういうもの、誰かの後ろ指を刺されるようなもちろんないもの、また神の子供としてどのような人にも憐れみを持って接することをできる人、私たちはそういうものでありたいというふうに願う。そしてパウロはそれにそのようになりなさいと言うわけですね。そして今日の箇所ピリピ書の2章のところにおいて見るならば16節のところでそういう人のあり方がつまりは世の光として輝くことになっていく。世の光、この世界は、暗闇であると聖書は語りますが、そこにあって光として、クリスチャンたち神を信じる者はいると聖書は言いますけどね。いよいよそのこの世にあって光として私たちは用いられるというのは実にこの純真なものとなる神の子供として生きる、その姿の中でそのように世の光となっていくんだ。だから私たちが純真なものになる、また神の子供らしく生きるという時には、まあ、おのずとこのように、明かしていますかね、神様のことを伝える器になっていくんだということにもなります。それでこのまあ、いわば素敵な人格の持ち主といいますかね、そういうクリスチャンになろう、なりたいというときにパウロはそれをどういうふうにしてそういうふうになるのかを14節でそれを教えているんですね。14節、すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい。
このすべてのことを不平を言わず行わずに、あ、疑わずに行う生きるという、そういう生き方によって純真なものとなる、またこの時代にあって傷のない神の子供となるんだとパウロは言うんですね。すべてのことって何のことでしょうか。これは前後の文脈では何か特定のものは指さないということから考えると、人は生きる上でのすべてのこと、すべての領域ということができると思います。自分の生活のあらゆる場面、あらゆる領域において不平を言わず疑わず、そうやって生んでいきなさい、そこに神のこと、子供らしくなる、また純真なものとなる、こういうんですね。皆さんできそうですか？午前 の、 あの京都の礼拝でも同じメッセージしたんですが、思わずその回収の一人がはぁ、ため息ついてましたね。そうだろうなと思いながらこう笑ってしまったんですけれども、でも実際そうだと思うんですね。不平を言わず疑わずに生きていくなんていうことができるだろうか。いや、そんな無理やと。じゃあもうね、神の子供になるっても難しいと、まあ、そういうふうにならざるを得ないっていうのが私たちの本ではないかというふうに思うんです。で、ちなみにこの不平を言わず疑わずっていうのはどういう、 こう事柄を具体的に言ってるかというと、こう人とか神様の関係においてそうではないように生きるということなんですね。不平を言わず疑わず、人との関係において、人との間柄において不平を言わない、また疑わない。で、疑うっていうのは別の、ね、あの訳し方すると争うということになるんですね。ですから人との関係、神様との関係においてつぶやかず争わずに生きていきなさい、そういう生き方をするところにあってとパウロは言うんですね。余計難しく感じたのか、それは人それぞれかもしれませんが。で、しかしパウロはですね、まあ、パウロに限らずですけれども、聖書っていうのは抜き取って読んではいけない書物だと思いますね。この箇所にこう書いてるからとしてこうしなきゃいけないとこうマインドセットするのは良くない。むしろ何がどのように語られているかということをいつも私たちは読む上では大切にしないといけない。つまり文脈というものを大事にすべきなんですね。で、パウロはここでいきなりこうしなさいと言い切ったのではないということです。むしろこの文脈では、ああそんなのできないという私たちの実際を前提とし、しかしということで語っている。パウロは12節で読み手の人々、フィリピの教会の人たちに向けてこういうふうに言うんですね。愛する兄弟たちと呼びかけます。愛する者たちですね。この愛する者たちというのはつまり同じ信仰を持ち救われた者としての、このまた近い存在として捉えて呼びかけているわけです。そしてこの12節の中では、こういうふうに言ってますね。私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。また救いの達成という言葉が出てきます。読み手の読者はクリスチャン、つまり普通に考えればもう救われてるんですよね。神様に言って救われている。で、その救われている者たちに救いの達成を、救いの達成をこう進める。つまりこの救いというのも要するに成長ということに、人生においてあらゆる領域でイエス様、神様に救われるように、そして成長するようにということをここでパウロは言っている。その文脈でこの純真なものとなり、神の子供となり、そのために不平を言わず疑わずしなさい、生きていきなさい、つまりこれは
すでに神様に許され完全に受け入れられているあなた方に向けてということで書いているんですね。それはつまり、あ、不平をまた言ってしまった、疑ってしまった、争ってしまった、そういう私たちを知ってた上で、それはすべて許されている、受け入れられているという前提の中で、これが言われているんだということです。どういうことか。つまり、そのような私たちのリアルな、そしてできない、実際難しいと立ち止まらせてしまわされてしまうような事柄も、認めた上で、いつもそこに心を向けて生きていく。つまりそれは挑戦の、この視点であるんだということを覚えておきたいんですね。神様に許され完全に受け入れられているその前提に立って私たちはあくまで不平を言わず疑わずに日々のあらゆる人間関係また神様に向き合っていくということをここでパウロは進めている。それを失敗することは当然あるでしょう。うまくいかないことも当然あるでしょう。だけどこの目当てを覚えて生きていく、挑戦し続けていく、その歩みに神の御業がなさる成長が、まあ、そこに起こっていくんだ。で、パウロはこのじゃあ人や神様との関係にあっていわばつぶやかず争わないことを挑戦し続けていくために何が大事かというときに模範を示しているんですね。イエス様というお方のお姿を覚えながらこれに向かっていくように、これに歩んでいくようにというわけです。それがいわばイエス様のお姿はですね、いわば従順のあり方だというわけなんですね。今日の箇所の文脈2章のこの6節からは、6節から11節というのは長くですね、イエス様のことを語っているんですね。イエス様という方を見上げましょう。イエス様というお方はこういうお方だ、こう語りながら、それを引き連れて12節以降も教えが展開していきます。で、ここで覚えておきたいのは、8節の内容だと思うんですね、凝縮されている。イエス様という方は従順なお方であった、神様に従順であった。8節、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様という方をパウロがここで紹介するときに、その姿っていうのは従う姿勢にあるお方だ、従順な姿だ、神、父なる神に対し従順な姿だ。でそれはどのくらい従順なのかっていうと、死ぬっていうことさえそれも従うんだというわけですね。これを模範としなさいって言うとちょっと怖くないですか。いろんなあの漫画やドラマでもあると思うんですが、誰かに死ねと言われてお前は死ぬのかみたいなセリフが出てきますけれども、まさにそういうような感覚に陥るとですね、怖くなってしまうかもしれません。しかしイエス様は実際、神様はその私に十字架にかかって死ぬことを望んでおられる、それを受けて従われたわけですよね。だけれどもその従順ということは、もう上からガンと言われて、もういやいやながらでもしなきゃいけないんだと思って、何かこう無理やり自分を差し出すような生き方かというと、そうではなかったということですね。イエス様という方はご自身神の御子であられた、神様であられた、だからこそ神様の、父なる神様の願い、思い、意志というものをしっかり受け取って、そしてそれを神様の意志であると同時に自分の願いだと心に覚えられて、それに従われたということです。神様の意志、それは私たち人の救いの事柄でした。イエス様に関する意思はそうであった。罪のない、汚れのない神の御子を
私たち人の罪の身代わりのために差し出す十字架形で命を捧げる。そのことによって人が救われる。そのためにあなたはこう歩みなさいとイエス様にその歩みを示された。イエス様はそれを神様の愛の現れであると理解し、同意され、そして自分自身の願いだと確信してそれに従われたということです。それでこの私たちの適用の話ですけれども、14節のすべてのことを不平を言わず行う、疑わずに行いなさいという時に、このイエス様の神様に向かうその向き合い方であったり、そしてその、視点ということを覚えておきたいんですね。私たちの生き方においても神様の支配とそして計画ということに対する信頼、それがこの全てのことを不平を言わず疑わず行うということの鍵なのだというわけですね。ちょっと考えたいんですね。不平を言わず、つまり素早かず、疑わず、つまり争わず。例えば目の前に誰か人がいて、その人が私に自分に対して何かを言ってきたとします。非常に辛辣で失礼でやってられないようなことを言った。不平を言わず争わず、どういうふうにしてそれを収めることができるでしょうか。何もその信仰的な立ち位置に立たなければ、それはある意味ではやり返してしまうということにもなり得るかもしれない。しかしそこに神様の支配ということ、そして神様の時、導きということを見ることができるならば、不平を言わず疑わずに済むということになるのではないか。目の前にいる相手の確かな何かの行動に対してブツブツと文句を言う必要はない。なぜならその人も神様が今私に与えられた関係だし、そうやって今の状況があるのだから。それはつまり神様の支配ということと神様に対する信頼ということがそこにあっての理解ですよね。どちら片方でもダメだと思うんです。神様が支配されているという前提でも、その支配のあり方に疑いがあるならば、そのような理解にはなりません。神様の支配があって、それを認めた上で、しかしさらに神様は私に対して良くしてくださるお方だという理解に立つ。私たちはイエス様の十字架を信じたんですから、神の愛に疑うことはないと思うんですよね。そうであるならば、目の前の関係、今与えられている関係における難しい状況を、私たちはそのように乗り越えていくことができる。不平を言わず疑わずにということが、そしてこの神様に対し不平を言わず疑わずということはですね、先ほどもお伝えしました事柄ですが、その全くそれがしてはならないということよりも、神様はそれをある一定許容されているんだということを覚えておきたいんですね。一定どころかそれを織り込み済みであるということです。それはイエス様のお姿を見ても見えてくるように思うんですね。従順として死にまで従われたイエス様のお姿、しかしイエス様はいつもですね、神様にお前はこのようにしなさいと言って2つ返事で言ったかというと、まさにこの十字架の死の直前においては、その苦しみを受けながら、それを取り去ってほしい、それを受けたくないという願いをゲッセマネの園で祈られた。主よ、御心ならばその杯を取り去ってくださいと祈られました。従順の模範であるイエス様がそういう実際的な姿を
私たちに示していてくださるというのは、私たちにとって励ましだろうというふうに思うんですね。不平ということではなかったのかもしれませんけれども、神の子であるイエス様ですら神様の御心に従うことに葛藤を生じさせる、そういうことでもあったであるならば、私たちはが不平を言うということも神様はご存知であるし、あれに力がないと超えていてくださるのではないか。むしろそうやって不平を言ってパンと離れてしまうということではないということが大事だろうと思うんです。現状受け入れられない、自分の中で収めきれない事柄がある、その時に不平を言ってしまうかもしれないけれども、それで終わらない、それでも神様につながり、神様を見上げ続ける、神様のことを離れない、そのような営みの中にあって、私たちはそこでその先にある神の愛と憐れみを知る機会を得、そしてその神と愛、神の愛と憐れみを知る中で信頼が生まれ、いよいよ不平を減らし疑うことがなくなっていく、そういうことであろうと思うんですね。このようにあって純真なものを神の子供といよいよされていく、実感していく、そのようになっていくというのは、自分自身の喜びだけでなく、人々に神様を紹介する、証しする、そういう機会になっている、そういうふうに用いられることだ。そういう意味でも私たちは不平を言わず疑わずに歩んでいきたいというふうに思います。そしてその歩みのためにイエス様が模範を示していてくださっている、そのことをここに覚えていきたいんですね。神イエス様はどうされたんだろうかと思い返していくことが大事だ。そしてイエス様と神様との関係性に習って私たちはまた歩んでいきたいと思う。イエス様があくまで神様に祈りつながってこられたように、私たちも同じように歩んでいきたいというふうに思います。御言葉に生きられるように神様に祈りを捧げて祈りを終えてまいります。お祈りします。父なる神様、今日もこうして聖書を開き、私たちの生き方について教えをお与えくださりありがとうございます。私たちは目の前の関係、またあなたに対して不平を言い、疑いを、また争いを起こしてしまうようなものですけれども、そのような姿をあなたはご存知であり、イエス様にあってすでに許しを与えてくださっています。その許しを前提にあくまでこの教えに生きることをパウロは語っていると見てまいりました。不平を言わず疑わず、どうぞイエス様を見上げ、そしてあなたとつながるその中で、いよいよあなたの愛と憐れみを知り、信頼を増し加えさせてください。そしてどうぞあらゆる人間関係、またあらゆる状況にあって国にそのような態度を示さず、そのような歩む中にあって、いよいよ純真なもの、また神の子供のその姿にと私たちを成長させてくださいますようにお願いいたします。その営みがいよいよあなたを証しする機会となる、そのことも見てまいりました。どうぞ私たちをあなたの栄光の技、証しの器として用いてください。このようにイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは冒頭の賛美を捧げましょう。教会福音賛美歌386番です。
聖霊の親しき交わりがこの礼拝を捧げしお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。